皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2024年11月11日月曜日になりましたということで、一並びのポッキーの日ですということなんですが、今日はですね、こちらの話題をやっていきたいと思うんですけど、実は Google マップの方が少し進化をしてきてまして、えー、こんなニュースが入ってきてます。えー、ご覧ください。 どうぞ、はい。Google マップにジェミニー搭載ということで、今日どこ行くを気軽に聞けるよということで、これまだですね、日本では実装されてなくて、アメリカだけなんですけど、英語圏だけなんですが、いわゆる チャット GPT みたいな感じでですね、その日本語で長い文章で、こういうお店あるみたいなことを聞くとですね、教えてくれるサービスが始まってまして、ついに Google マップの方にも AI が搭載されてくるという話になってきています。えー、もちろんこれはですね、えー、先日お,お届けしたようにですね、えー、チャット GPT サーチの方でもできるので、早速 Google もね、対策を立ててくるということなんですけど、まあ、この機能におそらく今後も実装されるんじゃないかなと思っているのが、 今日の本題のこちらになりますということで、捨て窓がわかる Google マップの店で口コミを分析するステマップの使い方ということで、今日お話をしていきたいと思うんですけど、実はちょうど1ヶ月前の10月2日にですね発表されました、こんなねサイトがあるんですね。Google マップの捨て窓がわかるということですね。 こちらが何者かによって発表されまして、誰が作ったかっていうのは明らかにされてないんですけど、こちらのものでやっていくとですね、ステマが多いか少ないかっていうのがですね、えー、展望ごとに全て分かるというふうになってるんですね。で、これのね、いい点悪い点っていうのがあって、まあ、いずれこのサービスも改善されてくるとは思うんですけど、まあ、その辺も含めですね、えー、今日は紹介していきたいと思います、えー。こちらに書いてる内容なんですけど、はい、ではですね、これについてですね、えー、詳しく見ていきたいと思います。えー、こんなサイトです。 こんんななサイトなんですけどはい、で,ではまずですね、どういう仕組みになってるかって話の方からしていきたいと思うんですけど、こちらのサービスっていうのは、ここにも書いてるんですが、どういう評価してるかっていうと、レビュー件数が少ないユーザーを信頼性が低いユーザーと判断し、 信頼性の低いユーザーによるレビュートークが多い店舗は捨て窓が高くなるっていうふうになっています。これね、あながち間違ってなくて、つまりあの日頃口コミを書いてない人が店から言われて、いやいや書いた場合には、当然ですね、レビュー件数が少なくなるわけですねで。このレビュー件数が少ないっていう基準をどのぐらいにしてるかっていうと、どうも読んでいくとですね、